皆様こんにちは、手作りパンのハツです。というわけでやってまいりましたけども、今回はなんと私パリに旅行に行こうということになっておりまして行くことになっておりまして、今、はい、絶賛ね、もう発見をしている途中なんですけども、うん、これが発見ができないもうねえねんと。なんでやねん。これはまだ東京ですよね。これまだ東京です。羽田空港です発見下手くそだったんだ。これはもう元気よく友人レジの方に行ってですね、今もうスーツケースの重り測って 12.5 ということでね、山近さんの5分の矢お計算しないというわけで発見できました。おめでとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげで発見できた顔をしております。してんだこれが何の顔ですかね。あーそうだ、何並んでないよっていう。何空いてるよってこと。そう、空いてるよっていう。まだね、うん、海外旅行はそんなに皆さん行ってないみたいで空いてて、うん、なんだこの絵は。あ、これはすごくて。何がよ。この人真ん中にいる、映ってるでしょ、車を操作してる方。ああ、物運んでるっぽい人。そう、これがマジですごくて自分30分くらい見てたよこれ。投げれない。もうラップしてる。降りた降りた。そうなのよ、降りたりもするの。あ、そうなんだ。本当にねすごいよ。ちょっとね見ててしばらくお付き合いしてほしい。付き合わせてる。パリの動画。パリの動画。行ったと思った。あ、行かない。あ、いなくなっちゃう。行ったと思ったら、うん、行かない。手前トラックが行く。トラックが動いちゃってる。そうなんよ。でもここからのね、うん、来ますよ。来るよ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 。ピタ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 。多分つらなってる。めっちゃつれてる。つらなってるのよ。ね、今回は何の動画なのこれ。そうだ、パリの旅行だ。パリの旅行に行くのをアフレコ付きで見せてくれる動画。そう。何を見せられる。あ、もう乗った。僕はどこで、うん、行くかもね、わからないんですけど。すごい怪しんでるけど。いつこれは出発するのか。うん、なんかさ、あるじゃん、飛行機乗ってると、うん、滑走路を移動する時間と、あ、もう飛び立つ時間があるじゃん。うん、あれの滑走路を今移動してる時間です、ね。あ、なるほど。あ、来る、来る。来るぞって。これ来るぞっていう。それではここからは機内食の説明に移らせていただきます。急にすげえ綺麗に喋る。お願いします。これお水です。ゼリーみたいだね。ゼリーじゃないよ。みたいだね。赤とんねん、そんなの。ゼリーじゃないですけど。続きましてこちらがですね、パンです。全然取れてないけど。くっついてんの。そうだね、なんかね、うん、ちゃんと機内食だからなのかな、くっついてて浮くからか。そうそう、やっと取れたというシーンですね。記念すべきシーン。これマーガリン。あ、マーガリンがついてんだ。そう、日本語でちゃんと書いてあってさ。すくうやつとかついてんの。あ、ついてたついてた。うわ、すげえしっかりしてんだね。私マーガリン使わないから。なんだよ。見てる人は使うかもしんないだろ。これはこれプリンです。うわ、独特のカラメルだね。これ美味しかった、美味しかった。そしてまた取れにくい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 じゃない。何ですかこれは。サラダです。うわ、めっちゃしっかりしてんじゃん食事。すごくね、いい。ここは何。私がちょっと胃に優しいお食事。あ、選べたんだ機内食。そう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 、これもう無料で変更できるから、みんなにもマジでおすすめ。え、この優しい機内食が。あ、無料で変更するんだ。変更した先だろ、大事なのは。いや、その何でもできるのよ。いろんなさ、その、うん、まあ、何、宗教とかもそうだし、うんうん、そのイスラム教向けとか、うんうんうん、いろんな、ね、宗教。もう一個出てこなかったんだけど。アレルギーとか言えよ。全然。アレルギーもそうです。そうだよね、アレルギーもそうですね。合わせて選べるんだ。そう、合わせて選べる。これが開かないのよ。全然いつまで開けてんの、あなた。もう全然開かなくて、うん、一緒に来てもらったね、うん、人にお願いして開けてもらってるんだけど、うん、もう全然開かなくて。もう両手でも開いてないから多分開かないんだと思う。お、やっと開きました。おー、これがね、胃に優しいお食事の主食。うわー、薄黄色。優しそう。山下さん、普段こういうお食事はされますか。しないです。いらないです、そんな質問は。またなんか違うご飯。これが、うん、
本当の普通の機内食一般的な。ああ。私胃に優しいお食事じゃん。なるほど、うまそうこっち。こっち。全然違う。じゃあ山下さんは普段このお食事ということで。うん、いや十分ヘルシーだよこんな。いやまた十分ヘルシーだよ。すごいなんか名言みたいなね。十分ヘルシー。十分ヘルシーだろ。今回は北コールということでですね、グリーンランドの上を通ってまいります。こう見るとめっちゃ遠いね。長かった。目的地までもう3時間もうあっという間。どれくらい乗ってたの？14時間長えおい、なんだそれ嫌な映像。え、またご飯出てない？そうだよ、もう14時間のフライトだから2回ご飯があるのよ、うん、2食食べたんだ。そう、すげえ長え。これサラダ、これサラダ、エビ入ってて美味しそう。これめちゃくちゃ美味しかった。かぼちゃのサラダね、めっちゃいいじゃん。本当に美味しかった。そしてこれがラップサンド、うん、ラップサンド、ラップサンド、なんかちょっとね揚げてる感じもしたからね、後で多分ねちょっと弾いたところを見せます。え、これはあの同じ胃に優しいシリーズ？もちろん。わあすごい、めっちゃ日本食出るんだね。そう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 、やっぱ東京フランス館だとね日本食結構出してくれるっぽくて。これは水です。さっき見たよまだゼリーじゃないのね。ゼリーじゃないよ分かってるよそんなの。アップルジュース、めっちゃ飲み物出してくれるね。右上にも置いてあるし。そう、あれはでも私基本的に水しかもらわない。切り口ちょっと汚いねラップサンドの。そう、ラップサンドの。いや、なんかやっぱヘルシーだね。美味しかったよ。お、あれつくんじゃない？そうなのよ、これパリです皆さん。これもうパリです。着地地点なんだけど、なんかめっちゃ不安にならない画面に傷がついてるのかと思うぐらい黒いんだけどそうなんだよね。ここをめがけて皆さん行くんだけど、でもすごいなんか寸分たがわずみんなそこに止まってるんだね。そう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 、こんな黒いの。パイロットの技術ってやっぱ早いのよ。早いね。早い、もう、もう熟練ですよ皆さん。わあすげえ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 。揺れるわね、揺れるね。揺れる。ちょっと酔ってしまった方申し訳ございませんでした。遅いって注意は最初にしないと。無事に着陸できました。え、なんかさ、そのフライトの時の注意事項とかあるの？まあある。なんか寝てた今、まあ、まあある、まあ、ある。変な返事。うん、飛行機って、うん、思った以上に乾燥します皆さん。あ、そうなんだ。そう、あ、寒い。この2個なんかマスクと厚着、うんうん、これ特に冷えやすい方、私みたいな、うんまあ、もう絶対に上着を持っていかないと。私ライトダウン持ってったからね。うわすごい、でもそれでよかったんだ。それでよかった。そういうのいっぱい言ってった方がいいよ絶対。今の日本のさパスポート何、うん、こっちが聞きてえよ。というわけでここからは、うん、ですね、バッグを取りに行きたいと思います。スーツケースをね預けていたので、それを取るために、うん、この空港めちゃくちゃでかいので、うんうん、もう電車みたいなもので移動しますみたいなものなんだみたいなもの。電車ではないんですね。電車では、あ、電車なのかな、高電車みたいなものですみたいなものですか。で移動していきますが、しかし、うん、どうしたんですか？バッグが見つからない。これ流れてきてないってこと？マジやばい、これめちゃくちゃ今焦ってる映像なんですけど、あ、本当にどうしようどうしようって思ったら、うん、まさかの、見て、あったの。え、よかったじゃん。バッグがあったの、誰かが取ってくれてたの。え、待って、結構いい迷惑じゃないですかねいや、まあ、ありがたかったんだけど、重たかったから。いざパリへ行くということで、空港からタクシーでホテルまで移動してまいりました。おー、これホテル？そう、これが私の泊まったホテルです。めちゃめちゃいいとこ泊まってるやん。三つ星です。うわー、え、お高いんじゃないですか？一泊5万円です。キャー、高い。はい、ルームツアー始めますお願いします。というわけで、あの扉を開けてね、入って右手クローゼットでございますありがとうございます。クローゼットがありまして、洋服をかけられるよという紹介です。なるほど。あ、本人ですか？これあの全身鏡です。ありがたありがたい全身鏡、これフリードリンク、もらえるの？もうね、いくら飲んでも大丈夫です。めっちゃいいや。もうめちゃくちゃ最高。全飲みだね。いや、2本残しました。なんでやねもったいね。もう手もつけずにね帰ってきました。はい、ではね、次に外を見てみましょう。おー、景色。ホテルからの眺望は大切ですからね。めっちゃ大事、めっちゃ大事はい、うわー、やっぱパリの風景だね、ちゃんと。もうね、これはパリでしか見れませんよ。うん、日本とは全然違うわ。全然違う、もうほんと行った方がいい。なんかすごい早かったり遅かったり下手くそが多すぎるね。あれ、何これ、何いいよ、おい、触るな触る
危ない何してんねん、マジで危ない。今パリの壁です。パリの壁じゃないよ。パリのトイレ、パリのトイレ、これ流し方押すタイプでシャバー。あれなんか持ち込みしてる、これトイレットペーパーじゃなくて便座カバー、便座カバー、うん、便座カバー持ち込みしました。グじゃないよ。100円ショップで買って、うん、行きました。信用できなかったんだ、三つ星ホテル。いやいや、そんなことない。冷たいのが嫌なのよ。寒がりだから。おもろ、温かいものをね、ということで今もパリの街に出ております。うわー、山下さんはなんかパリの思い出とかありますか？あるわけねえだろ。売るんじゃねえよ、行ったことねえのによ。絶対違う。なんかそのさ、ホテルの際の注意とか、この街歩いてて気づいたこととか言うんだよ。このパリの動画に興味あって見てんだから、みんな。じゃあパリのことについて話そうかなというふうに思います、うん、そうしてください。これ今着いてもう20時とか回ってます、うん、え、どれの回ってる。嘘でしょ。ほんとめちゃくちゃ明るいです。全然日落ちないよ、まだまだ。これは動画の後半にね、うん、日暮れの時間をお伝えするので、あ、こんな引っ張り方あるんだ。交互期待ということで。交互期待。でもやっぱほんと街並みパリなんだね。そう、マジで綺麗よ。日本の表参道とかと変わらない。どういうこと。どういうことですか。結構緑があって道幅が広くて、東京駅の周りとかもこんな感じだよね。あー、シャレな。確かにね、うん、道幅自体はその大通りはやっぱ広いですね。バカだな。大通りは広い。なんでそれ。はい、というわけで2日目に入ってきましたけども。いや、入ってないの。もう寝たの。これ1回、これ1回寝ました。あ、そうなんだ。あの、みんな明るさに騙されてるでしょ。うん、もう全然寝てます。今の2日目のベルサイユ宮殿行こうと思いまして、うん、おー、いいじゃないですか。切符の購入をね、試みてるんですよ。あ、すごいね。英語なんだ。でもそう、選んだから、英語を選んだからね。大変です。今カードをね、切符をね、買ったんですよ。なんですけど、これなんか全然使えないみたい で、その理由もあんま分かんなくて、で、あの、朝が早すぎてインフォメーションセンターが閉まってるっていうね。いや、まあこういうこともありますね。はい、なので、タクシーで向かいます。マジでやばい。あの、ウーバーが一台も捕まらない。もう全然、これ、あの、みんなに、あの、ベルサイユ行きを、パリからベルサイユ行きをマジで断られてる。便が来るので、ちょっと表紙見せます。いや、結局何だったのこれは。何が起きたの。すごい慌ててたけど、買えなかったのよ。 JCB カードが使えなくて、切符が買えなかったので、ウーバーを頼んだんだけど、タクシーで、タクシー、タクシー、タクシー頼んだけど、乗れなくて全然。あ、でもこれもうね、乗れたので、結局電車で乗れたんですけども。笑顔だ。はい、皆さんこの切符ですよっていう。え、なんでその切符使えなかったの。その JCB カードが使えなかったから、だから買えなかったの、切符が。2回目なんですよ、これ。買えてなかったの。買えてなかった。なんか見せてくれたチケットは何だったんだじゃあ、あれは。JCB カードが使えないですっていう、使えないですよっていう、もうこれメルサイユについてるんだよ。これメルサイユなの。走行してるうちにつきました。そうなんですよ。なるほどね。はい、なので、これ14世だね、今の。これは何、これは。これ列です。バッグの何の列なの。メルサイユ並んでる。盛大に並ぶ列を間違えてまして、9時入園のところに並んでました。本当は9時半に入園なんですけど、今はさらに並び直して、ちょっとこの場所で30分日向ぼっこをね、していきたいなというふうに思っています。ちなみに、あの、列がこんな感じで。え、この後ろに並んでるのが全部列ってこと。そう、奥の、これが列です。列です。何言うとんねん。ベルサイユ宮殿中に入ってまいりました。こちらもすごいですね。太陽が、あの、前から来てるのでめちゃくちゃ眩しいんですけど、今から、ザ・宮殿というところに入っていきたいと思います。多分ね、写真撮影は OK なはずだから、それをお届けできればなというふうに思います。すいません、ちょっと眩しすぎて。いや、サングラスワイねえ。だめじゃない、さっきまでしてたのに。バレた。何が眩しすぎてよ。バレたね。どこやったのよ。しまった。しまった。つけろ、それを今。だって宮殿内だと思ったからさ、もういらないと思うじゃん。見てほらほら、ルイ14世さん。わー、すごい。すごいでしょ。速報です。なんと、山近さんを宮殿の中で見つけてしまいました。こちらです。
どうも、手作りパンです。よろしくお願いします。いや、何今のは。山近さん。いやいや、全然違うし。いや、めちゃくちゃ似てたでしょ。目が綺麗。今ですね、すごくすごくでかいところにいるんですけども、皆さんこれ見えますでしょうか。ごめんなさい、ちょっとあれしちゃったら。もうちょっとこうしようか。こんな感じ。もう下がいらない。ここだね。はい、こんな感じ。いるんですけども、さっぱり何のことだかね、もう分かりません。はい。ガイドさんを皆さん雇った方がいいです、これは。はい、これなんかでっかい絵ですね。本当にひどい、本当にひどい。情報がゼロだった。でっかいところにいますね。これはでっかい絵です。何にも分かりません。ガイドさんを雇ってください。これなんか本当にそうなの。ひどすぎ。うちらじゃあ、うん、限界がある。いくらそのね、ガイドブックを見ながらでもやっぱり、うん、本と人は違うって。いやいや、だからその本に載ってたことも知りたいのよ。ここは何ですみたいなのが聞きたいの。これは、うん、鏡の回廊。おー、すごい情報が。これ鏡の回廊っていう、うん、そういうのを聞きたいよ。そうなんだよ、私も聞きたくて、うん、本当にひどい。私も聞きたくて、だから結果として、うん、ガイドさんを皆様、うん、そのお問い合わせした方がいいですよっていうアピール動画です。ひどいよ。だって分かんなくない？これ音声なんかいらなかったもん、さっきの動画。わあ、でもすごいね。めっちゃ綺麗だ。純度高。もう一回。すごい。おお。壁一面にね、うん、でかい絵があるの。本当見たこと以外の情報をもらってもいい。見えてるから。それは。いやいやいや、うん、その絵か、うん、模様か。模様も絵だろ。って思うじゃないですか。でも絵なんですよ。あ、絵なんですね。これは絵です。一色目です。パリに来てから一食目、うん、これは何ですか。これ BLT サンドです。そうや、本当なの。全然パイじゃん、こんなミルフィーユみたいでしょ、うん、はい、今から宮殿にじゃなくて庭園にいきなり間違えるっていう、すいません。ちょっとこれ入りました。すごい庭だ、きれい。こちらが庭園です。いや、全部庭園だろ。いや、そうなんだけどね、庭園にもいろんな種類があるのよ。上から見るとめちゃくちゃね、綺麗ですね。まあ、もちろん下から見ても綺麗なんですけど、上から見るとなおさら綺麗だなと思います。アホガイドすぎる。いや、初めて来る場所だからね。いや、素直なのはいいことだけどね。もうほんと率直な気持ちを伝えております。なんかすごい言ってるけど、これ何言ってんの。ここの景色すごない。関西弁なんだ。関西弁喋ってたんだ。この景色すごないって言っておりますね、うん、ほら、すごくない。オーバーショットだな。オーバーショット よくあれ 見るやつだね、ガイドブックで。そうなんだよ。で、これが鏡の間ね。え、鏡なくない。後ろにあるの。これを見せてよ。もう出ちゃった。終わっちゃったんだけど、うん、でも今のが鏡のままだったから、うん、みんなまた見返してほしい。ググれって。おー、すげー。スーパー、スーパー行ったんだ。これスーパー行ってまいりました。めちゃくちゃいいやん。そうなのよ、すごくよくた。よかった。よかった。ラジオ全然向いてないじゃん。いくらぐらいなの、これ 6.75 とか 3.50 とか。だいたい 1.5 倍してもらえれば大丈夫。わー、じゃあ500円ぐらいするってこと。する。おにぎりは1個500円します。めっちゃ高いよ。でも見て、バリバリ日本語なの。すごいね。すごない？ポピュラーなんだ。そうそうそう、おにぎり。おにぎりだ。すごい。っていう文化もね、あって。こちらは抹茶大福です、うん、うわー、大福も漢字使われてるやん。そうなのよ、売られてるんだね。そう。しかもめっちゃ売れてるね、大福ね。もう一個しかなかったね。すげー。これ山近さんに買ってきてあげたかったんだけどね。めっちゃ美味しかったよ、これ。ポップコーンね。わあ、結構するね、やっぱり。機内爆発するかもしれないから。それはやだね。ちょっとね、ダメだなと思って買ってこなかったんですけど。あとはここはそう、パスタとか、自分で作る食べ物たち。何を言ってんね。ほとんどそうだろ、レッドブルの。レッドブルね、レッドブル2個で 50% オフだから、うん、2個で 2.20 だから2個で300円ちょっとだから、多分日本より安い。本当だね。と思うな。文房具とかも置いてあるんだ。そう、文房具とかも置いてあります。結構バラバラ、バラバラ。このね、ちょっとフランスっぽい感じがね、出てて。わ、すげー。山下さん好きでしょ。お菓子コーナー。わー、でっかいハリボーだ。食べたい。
買ってません。普通に意地悪されたんだけど、なんか何今の。買ってないんだよね今回は。でもいっぱいお土産あるから、うん、もうこの後にお土産動画も出すから、皆さんぜひそれも見てほしい。もうピザまで。はい、ピザ。これ不動産情報です。あ、もうスーパー終わった。はい。こちらが不動産情報ですね。わかんないけどすごい高そう。高そうなイメージだよね。なんかね、いっぱいついてる。そうなのよ。どこからさ読めばいいかわかんなかったから、うん、1400ユーロなのか、それとももっとなのかみたいな。うわ、それやばいね。そうなのよ。わかんなくて。帰ってきてくれ。ホテルに帰ってきました。うわ、一日終わった。一日終わって今寝て、次の日ですこれ。お休みとかさ、取るんだって普通は。おかしいやろこれ、うん、今から、うん、カノ、あの有名なカノね、そう、うん、世界遺産、ちょっとね、入れ、全然入れてないし、全然入れてない、全然入れてない、でもこれ隣の会社と OK かな、全然入れてない、そう、全然ダメなのよ。これね、日本のスイカみたいなのを買って、うん、回数券をチャージできるっていう、そういうカードなんだけど、全然入れなくて、どうしたのこれ。いやもうしょうがないから、そう、バツって出るから、うん、もうこの時は、うん、切符を買いました。意味ない。チャージしたのに。せっかくね、払ったのに、これ切符今買ってる様子ですね。かっけー、1.5 倍でしょ？そう、1.5 倍。何するんだ。まあ、2人だからね。あ、そっかそっかそっか。そう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 。この量みたいなさ、うん、この、指さしてもラジオじゃさ、うちら映像見ながらやってるけど、指わかんないから。指わかんないからね。うん、使えなかったカードどうしたの？あー。嘘でしょ？なんでそれ？人の話やん。いやいや、自分が言ってきたんでしょ？使えなかったカード、しょうがないからさ、もう使わない以外になくない？いや、違う違う。なんでその、使えなかったカードどうしたのっていう質問は。なんかさ、違うんだよ。リハーサルした時にさ、その後日3日ぐらいで使えるようになったって言ってたじゃん。あ、そっちね、自分使えないクレジットカードかなって思うんだよ。聞くかよ。いや、だからそれを。そんなこと聞くかって思ったよ。違うよ。同じこと思ったから意思疎通取れてた。意思疎通は取れてたんだけど。待ってたんだ。切符も無事買えてね。そう、使えないカードあったじゃん、さっきの青いやつ。そう、スイカみたいなやつね。うん、あれ、うん、数日後に使えるようになったんだよ。さっき言っちゃったよ。言っちゃった？言っちゃったじゃん。言っちゃった？そのエピソードあるじゃん。でもよかった、入れたんだ。そうなのよ、すごい。これ地下鉄の、ね、駅ですね。メトロ。チカチカしてる。そう、でもこれ動画 の、うん、解像度的にチカチカしてるだけで、うんうん、実際には、ね、そんなチカチカしてなかった記憶があるんですけど、うん、あ、そうなんだ。朝の6時22分です。早あの今回はちょっとガイドを、うん、にツアーで参加して、おー、ツアーガイド。そう、ツアーガイドさんを、ね、おすすめだね。おすすめのツアーガイドさんのところに行って、うん、その世界遺産ね、モンサンミシェルに行くの？に行きます、これから。おー、なんか電車がかなりカラフルだね。もうすごいよね。分かりやすい色をしていて、私も分かりやすい色をしてみました。今変わったところの色。分かりやすい色をしてました。おー、変な顔すな。なん時々入ってくる映像は。そうに迷ってどうしよう。出口がさっぱり分かんないんだよね。わあ、難しいんだ。めっちゃ難しかった。だからあのガチな顔してる。ガチで分からない。でもすごい回す余裕あって偉いね。あ、そうそうそう、ずっと回してたから。あ、そうなんだ。価格とかも全く気にしてなかったから、いつも下アングルになっちゃうのちょっと嫌なんだよね。今回モンサンミシェルに行くということなんですけども、はい、なんと、うん、パリモンサンミシェル間、パリからモンサンミシェルまで、そう、うん、が、うん、東京名古屋間と同じ距離があります。めっちゃ遠いやん。楽しもうとしすぎじゃない？めちゃめちゃ遠い。日帰りです。きつ、名古屋でしょ。だいぶあるよ。もうバスにね乗って向かおうとします。これが朝の7時くらい。早ー。しばらくするとサービスエリアに到着します。おー、え、何この列。この列ね、トイレ。嘘でしょ。めっちゃ並んでるでしょ。すごい行列。ここでフランスのプチ情報。はい。フランスのトイレでは、うん、男性のトイレに女性が入ります。イエー。大丈夫なんそれ。ねえ。でも私初、うん、先日のベルサイユ宮殿ではもうすでに、うん、男女共有のトイレに入ってます。もうそういう文化なんだね。そう、だから私はもうパリジェンヌ。違います。はい、というわけでこちらがですね、ノルマンディ地方の、うん、とある村に来ております。とあるが聞きたいのよ。
何ここは。ここブブロン村っていう。ブブロン村？そう。あ、日本で言うとあの、うん、田舎とか表現するよ。なるほどね、確かに緑が多めだね。そうそう、村に当たります。なんでここに来たの？あ、ガイドに積み込まれてた。積み込まれてた。組み込まれてた。組み込まれてたんだ。組み込まれてた。それぐらい綺麗なところなんだね。そうなんですよ。どんなところなの？ここは、うん、家がね、うん、レンガと木でできてるっていうところなんだけど、うん、もう柵がすでにその2つじゃない。全然鉄っぽいけど。そう、ちょっと今自分で喋っててなんでなんでって思ったけど。全然違うけど、でも綺麗だね。確かにめちゃくちゃ綺麗な街並みで、うん、なんかね、フランスで選ばれてる、うん、綺麗な村100みたいなやつに入ってるんだよね。ガチ村なんだ。ガチで村、これ住人の方。めっちゃ迷惑じゃない。朝早いから。そう。でもこうやって交流してきてくれるフランス人の方ってやっぱりね、優しいなって思ったよ。ほら見て、あれも。何何何。モンサンミシェル。あの奥の方にある三角のやつが。そう、左側にあるのがあれ世界遺産のモンサンミシェル。すげえ。ポツンとあるんだ。手前にいるのが羊。かわいいね。かわいい。で、見て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 、右奥の方にもうっすら小さいさ、うん、白いつぶ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 つ、全部羊です。つぶつぶつぶつ全部つで始まってつで終わる。全部つぶ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 つ。気持ち悪い。全部羊。すげえ。なんかいっぱい育ってんのかな。そう、羊毛ってこと。両方とも使うって。お肉も。そう、すげえ。子羊にもなるし、その羊毛子にもなる。ラムってこと。子羊のロースがめっちゃ美味しいんだって。あ、そうなんだ。これモンサンミシェルでーす。何、急にどうしたのよ。ガイドしなきゃと思って。やっとね。もうやる人が私しかいないじゃん。当たり前だろ。俺しか行ってねえんだから。もうね、周りはね、こうやって砂に囲まれて、うん、水に囲まれてるわけで、このね、うん、砂の方は入るのにはガイドさんが必要なの。みんな裸足になってるでしょ、うん、でこの多分オレンジの人がガイドさんなんだけど、うん、がいないと入っちゃいけないの。普通海辺みたいなところ。そうそう、海辺の。なんでなんで。なんでかっていうと、足がどん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 埋まっていっちゃうらしいですよ。いや、怖い話になってる。そしてここがモンサンミシェルで一番有名な手作りオムレツレストランです。やったー。まずは熟練の技をご覧いただきましょう。すげえプロだね。そうなのよ。でこれがね、うん、無料でついてくるお通しのパン。無料でついてくるのこれ。もう全部無料です。嘘でしょ。もう私たち1本持って帰っちゃった。いや無理や、持って帰るこれ。でこれが、うん、ローストビーフ。うまそう。マジでこれ。これがマッシュルーム。キノコなんだ。そう、本当に美味しい。そしてこちらが何ですか。モンサンミシェルのオムレツです。イエーイ、うまそう。そんでこれがジャーマンポテト。最高やん。最高の組み合わせで。何これって。これ遠近法失敗してる。大きさ伝えたかったんだ。大きさ伝えたかったの。ごちそうさまでした。終わった。お腹もいっぱいになり、いざモンサンミシェルに登ってみましょう。おお。これがね、大天使ミカエルっていう、うん、あの真ん中の画面の中央の方ね、黄色のやつ。そう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 、あれ大天使ミカエルっていうモンサンミシェルで一番有名な像です。像、うん、です。そしてこちらが、うん、砂場。ねえ、全然違うから。いやいや、ほんとほんと、モンサンミシェルの上から見て、うん、さっき私が入っちゃいけないよって言ったとこあったじゃん、うん、あ、湖と砂みたいな。そう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 、あそこです。うわぁ、人が沈むところだ。人が沈むところ。道が一本しか通ってないんだね。そうなのよ。そこにね、このモンサンミシェルに行くためには、うん、近場で江ノ島を想像してくれると分かるかと思うんですけど、うん、一本しか道がないのでそこを通ってください。なるほど。ちょっとここで私が何これ、興味を示しました。あの、さっきのガイド部隊の方々の気になったんだ。そう、後ろなんかちょこちょこ3人ちっちゃいのがついてるけど、子供かな。だとしたら結構ちょっとすごいところまで行くから足がビビりますけど。はい、というわけでこちらがですね、もう次のところに来ました。追いついてない。これが、うん、モンサンミシェルの上の方から見たモンサンミシェルです。何を言ってるんですか。
全部モンサンミシェルやん。そう、てっぺんなんだこれが。これがね、そう、てっぺん、一応外から見れる一番のてっぺん。すげえ。これが、うん、当時ね、うん、お給料は歩合制だったの、うんうんうん、だから自分がどれだけ石を積み立てたかっていうのを、あ、職人さんがそう、うん、石をに書いてやってたっていう映像です。貴重な映像でございますので皆さんね、はい、これはどこですか？一瞬で分かんないまま終わったよ。これは分かる、これは食堂です。クイズじゃねえんだよ。これは食堂です。そうなんだ。でも第一つ問題があってね、うんうん、これ見てもらったら分かるんだけど、うん、窓が開かないの。あ、本当だね。ステンドグラスそうなってる。結構やばくない？そんなに臭いもん食べなきゃ大丈夫じゃない？さあ、でっかい柱です。見りゃ分かります。もう奥の人と比べると半端ないよね。確かにすごいね。続きましてこちら、うん、人力巨大歯車です。人力巨大歯車、もうその名の通り。そうなんだ。そう、もうね、うん、人が中に入って、うんうんうん、この巨大歯車を回します。これ何が起きるの？これはうん、なんか門とかなんか柵とかが閉まったり開いたりします。開閉するんだね。そう、すげえ、人力でやってたんだ。こちらは立ち入り禁止ゾーン。おー、入れないところもあったんだ。そう、なんかね、登ってみたくなっちゃうよね。そしてモンサンミシェルを出ようとしているんですが、はい、登った分だけもちろん降ります。うわー、だから正直体力に自信のある人限定かも。この後マジでびっくりしたの、私声が出たのよ、本当に。なんで？なんかさ、前さ動いてない、ちょっとリュック、ほら、うわ、ほら見て、え、見て、タオルじゃん。犬だ、かわいい。モンサンミシェルはペット同伴かなのかと、ここで初めて知った顔をしております。ちょっと参ってるね。びっくりしたのよ。今動物がさ、まあ、ぶっちゃけあんまり得意じゃないの。確かに、ちっちゃい動物だね。そう、小動物が、うん、大動物は、大動物得意なの。あんま言わないから、ライオンとか、ゾウさんとか大好きなんだけど。そうなんだ。小動物が、景色、景色すごい綺麗なんだからさ。いや、あなたの大動物の話は。確かにこれだな、安心してよ。モンサンミシェルを後にしている手作り初でございます。終わったよ。バス乗ってやがる。これはい、もう帰るぞっていうね。帰るぞ、ツアー終わりなんだこれで。あ、ここでモンサンミシェルとそのバス停、うん、うちらが着いたバス停を結ぶ、うん、あのさ、さっき上から撮った映像で一本道みたいになってた。あったね。あそこを走るシャトルバスです。あ、そうなんだ。そう、そこしかもう道ないもんね。そう、あそこをね、うん、もしこのバスを使わずに行くと40分くらい歩かなきゃいけない。結構距離あるね。そう、はい、というわけでパリに帰ってまいりました。おかえりなさい。ただいまーねー、こうやってでかいねーが入った。これパリのカフェなんですけど、うん、外の人見て、すごいね。すごくない？めっちゃ外に座ってるやん。そうなんよ。もうね、外のね、テラス席がね、人気で人気でしょうがない。しょうがない。また電車乗って帰ったの？うん、これ次の日。嘘や。終わり今の。今のでおしまいです。名古屋まであるんだもんね。あの日はもう21時くらいだったからね。わー、あれで。そう、これ今朝の8時でございますね。しっかり次の日だわ。おはようございます。パリ4日目です。今は地下鉄の駅で。電車を待ってます。昨日モンサンミシェルに行って、すっげー、まあ、世界遺産やべーって思ったんですけど、今日はあの有名なルーブル美術館に行くということなんですね。非常に楽しみにしております。ぜひモナリザ様のモナリザ様の写真を撮りたい。行ってまいります。そうそう、チャリじゃない、電車が来ます。すいません、朝なんでちょっと寝ぼけてます。いや、もうひどすぎる。寝ぼけてるし、アナウンスに負けてるし、もう本当にひどい。何今の。もうやっぱね、4日目、うん、何日目ですか、うん、ね、知りません。もう寝ちゃうのよ。寝ちゃってるんだ。もう忠実さ行動してるわけじゃん。うん、まあ確かにね。疲れる疲れる。これルーブル美術館ですよ。ルーブル震えてる。はい、ルーブル美術館に到着いたしました。いきなり静止画なんですけども、これ逆三角形のオブジェですね、うん、いいじゃん、写真撮って。いや、これスフィンクス、うん、なんかちゃんと撮り直しましたよ。あ、よかったよかったよかった、はい、一緒に撮れればなと思いまして。そして皆さんがぜひご存知の、ぜひご存知、ミロのヴィーナスです。いや、見たことあるよこれは。これね、めちゃくちゃ有名だよね。人気だ。うん、何ですかこれ。
これあのミロのヴィーナスと、うん、ハツもヴィーナスです。うるせえよミロのヴィーナスの後ろ側です。珍しい。もう皆さん見たことないでしょ。あんまりないない。あ、もうやばい、サボトラケの2件に早いな展開が。すげえ、めっちゃ有名なやつやん。そうそうそう、このあの手がなかったり首がなかったりさ、うん、これ形を想像するのが楽しみらしい。想像してんだ、これ想像して見てる皆さん、こちらがルーブル美術館メインのモナリザですよ。うわー、すごい、めちゃくちゃ並んでます。すげえ、しっかり列になってるやんあどっけねなんだこの顔これあのしっかりモナリザさんとツーショットをね撮るのが夢だったから、うんうん、夢を叶えた女です。あ、その顔なんだ。そしてこちらが、はい、民衆を導く自由の女神です。めっちゃ有名なやつやん。ツーショット撮ってきました。見切れてるって自分そしてこちらがね、はい、ナポレオンの戴冠式ということで、こんな感じに名画だけを回るツアーに参加してまいりました。おお、ツアーだったんだ。そうそうそう、なんかルーブル美術館は1作品1秒見ても2週間かかるって。めっちゃでかいやん。だからツアーで効率よく回るっていうのが、うん、マジで初心者にもおすすめ。うん、1人1万3000円くらいするんだけどね、ルーブル美術館も大きな込みだから、うん、はい、ルーブル美術館も終わったということで日本語ガイドさんもねめちゃめちゃ良かったけどね、これは今今だろ、ずっとそんなのこれは今ですね、うん、なんと、うん、シャンゼリゼ大通りってところが毎週日曜第一日曜日だけこうやって歩行者天国になるんですよ、うん、道路なんだここいつも。そう、いつもはね車がビュンビュン走ってます。すげえ、めっちゃ歩いてる。そうだからもう完全に超ラッキーな女でした。え、待って、もう狙って行ったんじゃないの知らなかった。嘘でしょ、すごいじゃんマジで知らなかった。本当に気持ちくて、うん、なんかねこうやって写真を撮る人が結構多いくらい綺麗な場所、観光スポットになってるんだね、ちゃんと。めちゃめちゃなってる。この後、うん、なんか地元のテレビ局とかまで取材に来てましたみんなちゃんとこの示し合わせて来てるよねえじゃねえ皆さんも運が良ければこの光景も見れます第一日曜って決まってんでしょ私は今どこにいるでしょうか。え、行ってきるみたいな。じゃじゃーん、エッフェル塔の前です。すごい、すごくない？めっちゃ見たことあるシルエットだこれ。もうすごいよね、これ観光スポットなのかわからないんだけど。絶対そうだろいや違う違う違う、その穴場だったのよ。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ人少なかったの。へー、パリジェンヌの一枚でーす。やかましいわ。こちらが下からのアングルの一枚でーす動画でも一枚っていうタイプこれさ、中どうなってたのよ。え、登ってないからわからないです。そうでしょ、なんで？だってね、こういうのって外から見るのが結局一番綺麗じゃん。いや、その初っ端で言う言葉じゃねえだろ。皆さんはぜひ登ってみてください。誰が言うとんねんびっくりすることに、うん、映像と写真では、うん、エッフェル塔の色が変わります。絶対にそこじゃない。顔顔顔なんだこれ。今からこれに乗ります。船じゃないこれ。そう、パリのね、うんうん、ど真ん中を流れている、うん、セーヌ川っていうところを走れるの。めっちゃいいやん。めっちゃ景色綺麗よ。しかも、うん、エッフェル塔の麓から出港して、うん、パリの子供たちと同船できたの、うん、めっちゃ可愛くて、これがね、もうめっちゃいいやん。景色は見れるでしょ、うん、だから自分の中でもう本当人生最高のクルーズだったんじゃないかなっていう、うん、思います。何が見えたの？ルーブル美術館、うん、オルセー美術館とか、うん、もうあのセーヌ川に面しているものも全部見えます。めちゃめちゃ盛りだくさんやん。これマジでね、あのパリ着いたら本当にすぐ乗ってほしい、うん、初心者おすすめなんだね。でこれがノートルダム大聖堂なんだけど、うん、こんな感じなんだ。今ねこれね工事中だから中入れないんだよね、まあ、2024年のパリオリンピックまでにはって言われてます。でちょっと聞いてほしいんだけど、うん、橋の下に来ると子供たちが湧くのよ、うん、これがこのクルーズの一番の見どころ、うん、パリ関係ないやんこれがパリの駅です。なんかあれだね、線路の感じとか床の感じとかは一緒だけど、壁がめっちゃお城だね。本当にもうね、ザーお城だね。おい、せめて字だろ。はい、サンミシェルを見ようということで駅に降り立ちました。サンミシェル広場の噴水です。これ街中にあるのすごない？まあ、パリって
こんなもんだよ。おい、ふかすな。こちらが知る人ぞ知る、知らない人は知らない普通のこと言うな。街中の文房具屋さんです。おしゃれ、めっちゃ。いや、そうなんだよ、私も全然知らなくて。知らない人だったんだよく来れたね。知らない人だ。めちゃくちゃ調べまくった。あ、調べたんだ。そう、ちょっと結構裏路地にあるから、うんうんうん、すっごい可愛くない？めっちゃ可愛いやん。店内に入ってみました。うわ、もうありとあらゆる文房具が取り揃えられておりますので。セレクトショップみたいな感じ。あ、そうだね。でも自社のやつも作ってるのかな。おい、ふわっとしてんなちょっとパリの情報だから、うん、あの皆さんもぜひぜひね、リンク貼っておくんで行ってみてください。ありがとうございます。どういたしましてそんでもってね、パリのね、うん、窓が綺麗だなって思ったのはね、うんうん、こうやってね、拭いてくれてる人がいるよ。あ、すごい、めっちゃ命綱なしで。なしなし、もう最終的に外まで出てたからね。危ねえ。もう感謝感謝感謝。今これバス乗ってるんですけど、うんうん、電車もバスも一律で 2.1 ユーロでどこまででも行けます。飛ばすみたいだね。そうそうそう、ただ見てほら、こうやって何言うんだろう。さてやってまいりましたのは、皆さんもご存知、パリで一番大きなデパート、ギャラリー・ラファイエットでございます。これどっち？これ左がメンズ館、右がレディース館。めっちゃでかいやん、どっちも。めちゃくちゃでかいです。私はね、一応あのレディースなので大丈夫大丈夫、伝わってるよ。伝わってるかな本当に、まあ、伝わってることを祈りまして、皆さん私はレディースですよ。なんで不安になったんだっけっていうのもね、うん、飛行機に乗った時に、うん、ボンジュー、ムッシューって言われて。え、ちょっと待って、ムッシュってあれだよねミスターですでちゃんとね、一緒に乗ってた女の人はね、うん、ボンジョーマダームって言われてたよちゃんと分けられてるよ。分けられてるよ、あれみたいな。それで不安になって、うん、でも今回はちゃんとね、レディース館に入りましたよ。よかったよかったよかった。今回はここでね、見たいものがあって、うん、なんだろう、てか見せたいものがあって。見せたいもの？もうね、皆さん、もう見えてますよ。え、皆さん、私の頭の上の方をご覧くださいませ。え、じゃ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 ーん、デオン。デオンだからね、こうブランドですけどね。めちゃめちゃ綺麗じゃないこれ。すげー、すごいよね。クジャクみたいだね。ね、ガイドブックにも載っている、うん、超綺麗なデパートです。めっちゃ綺麗なグラス、本当にね。生で見てもね、これめちゃめちゃいいから、ぜひ見てほしい。はい、というわけでデパートはおしまいです。ちょっと待って、買い物しません。なんでやね。欲しいものはね、しこたま買ったから。あ、そうなんだ。というわけでね、あのここでプチ情報を1個、ちょっと今エレベーターも通り過ぎちゃったんですけどパリってね、うん、1階が0階で、うん、2階が1階なの。日本と表記全然違うやん。そう、なんか気をつけた方がいいですこれあの階段を何階上がったかで、うん、計算すると分かりやすいと思う。そうか、1階階段上がったら1階、2階階段上がったら2階。2階なんだ。はい。で、お次はどこに向かってるんですか？これは、うん、夜ご飯に向かってます。明るいのに。パリに来てね、うん、ちゃんとしたご飯2食目そうでしょ、何してんのマジでフーキャッでーす。すごいよ、めちゃめちゃ良くて、結構有名なレストランなんだけど、うん、あ、そうなんだ。そう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 、もうちゃんとね、がっつり予約して入りました。今最初男性がね、返されちゃったと思うんだけど、うん、なかなか予約してないと入れない時間帯もあります。すごい。特に夜ご飯なんかね、そうですから、皆さんはぜひ予約して行ってみてください。はい、今はね、うん、私はメニューをしっかりと読み込んでですね、うんうんうん、行ってまいりますけども読めるのこれ？これね、うん、下の方にね、ちっちゃくね、英語でね、いろいろ書いてあるんだよ。あ、そうなんだ。サーモン and アボカドみたいな。わー、すごい。え、めっちゃ注文してるやん。めちゃめちゃ注文してます。これ伝わってるの？あれなんかね、うん、伝わってる時と伝わってない時があります。めっちゃ伝わってないよ聞き返されてるよこの瞬間はね、ちょっと伝わってなかった時があって。あ、そうなんだ。いや、まだまだね、しっかりね、もう英語を勉強していかないとな。いや、フランス語かお通しのパンとオリーブです。もう1000円はするやん。これも無料です。やばすぎるね。サービス良い。こちらが私が注文したオニオングラタンスープ、うまそう。もうチーズが2センチくらい、マジ分厚かった。めっちゃいいやん。そしてこちらがレタス丸ごと1個使ったサラダです。そうでしょ、ナイフとフォークを使わないと食べられません。大ボリュームです。やば。そして最後が5000円のハンバーガー。そうでしょ、マジで世界一うまかった。ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。いいな。さて、
日が暮れてまいりましたが、うん、皆さん日没のお時間何時だと思いますか？あ、前半で引っ張ってたやつ。そう、正解は21時54分です。あというわけで、嘘だ、これめちゃくちゃ日没の時間が遅いんですよ、パリって。すごい、10時でこんな明るさなの？そう、しかもこれね、今ね10時半とかなの。ごめんなさい、やばすぎるね。まだまだ暮れてなくて。すげえ。夕方とかでしょ、日本の。いや本当にそうだね。そうだよね。え、こんな遅い時間からどこへ向かってるんですか？これはですね、今から、うん、ホテルから歩いていける距離にあります、うん、凱旋門に行きます。めっちゃいいとこ泊まってるやん。ロケーションだけでこのホテルを選びました。いやいや、大事大事大事。もうね、パリを夜遊びしたいんだったら、夜遊び夜にね、うん、遊び歩きたいんだったら、うんうん、その大通りから、シャンゼリゼ大通りから近いところに泊まんないと、うん、なかなか厳しいと思う。え、めっちゃ暗くなったね。そうなのよ。だから、うん、もうシャンゼリゼから離れるとどん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 街は暗くなっていくので、うん、そうなんだ。そうそうそう、うちらのホテルは、うん、歩いてね、だいたいね凱旋門まあ10分くらいかな。あ、そうなんだね。のところで、シャンゼリゼ大通りまでは歩いても5分、うん、まあかかんなければ3分とか。でも確かにあの人通り全然ないもんね。全然ないから。危ねえ。で、今日が最後の夜になるんですけども、うん、ここで、パリの思い出をねちょっと振り返っていきたいなというふうにぜひお願いします。思います。ですね、まず、うん、皆さん気になる多分お金のこと。いや気になるよ。気になると思うんですけども、さっき5000円のハンバーガー食べてたもんね。そうそうそう、あれはね、うん、あの日のお会計だけで1万2000円くらい、レストランで一食でしょ。そう、いやすごいね。かかりました。ね、多分食べてる量もね、まあ、普通くらいだと思うんだけど、まあ、フランス何せ物価がめちゃくちゃ高いです。あ、そうなんですね。加えて今円安、うわーダブルパンチだ。1ユーロ153円とか156円とかでね落とされた時もありました、うん、うわーいかつ。だからなるべく、まあ、旅費を抑えよう抑えようとしていたんですけども、うん、結局かかったお金がですね、だいたい1人50万円前後、うん、おー1週間ぐらいだったよね。そうそうそう、もうモンサンミシェルにも行ったし、ベルサイユにも行ったし、ルーブルにも行ったし、ガイドさん付きでね、50万円あれば、うん、その有名スポットは全て回れるかなって感じです、うん、いいね。山地かどう？行く？行きたいなったよ。めちゃめちゃお留守番してたけど私連れてきた私のことも。こんな山地かさんに食べ物の情報です、うん、わお願いします。フランス料理、うん、味が薄いです。そうでしょ、私はめちゃくちゃうまかった。うわー、合わなさそう。薄味的にはね、もう大好き、うん、と言ってる間に凱旋門に来ました。終わった振り返り。試験だよな。お金と食べ物の話で。まあまあ。終わってしまいましたけども。全てだからね、それが。凱旋門に到着ということでね、夜のこれ、まだね、22時40分とかかな。いやもうだまだいるやん夕日。そうなんだよね。全然、しっかり日は落ちてないっていう、日暮れみたいな時間。はいだね、でもあれだね、やっぱこっちの方に来ると車だったり人だったりでにぎわってはいるんだね。めちゃくちゃいた。ほら、ハツもいた。それ自分言ってんだからそうだろ。はい、凱旋門に行くためには、下をね、地下をくぐっていかないといけないんですよ。めっちゃ近づけるんだあの門まで。そうそうそう、もうほぼね真下というか登れるのあの門実は。そうでしょ。ただ今もう10時半を過ぎてるので凱旋門閉まっちゃってるので。あ、そうなんだ。ただ下までは行けるということで行ってみようと思います、うん、楽しみ。はい、というわけで凱旋門の下までやってまいりました。おー白い、これねもうね、めちゃくちゃでかかった。いや、めっちゃでかい。人がさ、嘘みたいなサイズしてない？そうなんだよね。すげー。もうね、結構人がいらっしゃったんだけど、まだ、みんなね、でかすぎて、くっそ上向いてた。首いて。え、これ何メートルぐらいあるの？いや、わからない。なんなんだよ。とにかく私よりでかいってことだけは。当たり前だろ、そんな。なんで初サイズが世界さ、慣れるんだよ。すごいすごい、すごいね。凱旋門のこの一周というか、うん、気持ち悪いがかけたの。一周する天井すごい、見たことない。裏返し裏返し、逆さまになってるよ。もう帰ってきた、気持ち悪い。そんなことはさておき、こちらが奥の方に映ってるのが、かの有名なエッフェル塔です、おー、さっき見たエッフェル塔。そうなのよ、もうね、ファンタスティックな共演ね、うん、すごいね、この画面で全部入ってんの。二大巨塔、文字の通りね。写真に見るとめっちゃ綺麗。すごい。2枚目。ちょっとだけずれてるの光が。そうそうそう。
さあいよいよ帰国の朝です。終わった。いつも全然お休み言ってくれないから。もうねお休み言う前にね疲れて寝ちゃうのよ、うん、あそうなんだね。それくらい日々遊び倒しておりました。朝ずっと早かったもんね。そうなんだよね。これもね朝多分ね7時とかかなと思います。これ何飲んでんの？エスプレッソです。うわ渋い。凱旋門に別れを告げながら、はい、車の話をしたいと。何そのつなぎ。車がね、うん、パリってさ芸術の街じゃん、うんうん、車の運転もすごく芸術的なの皆さん。うわーそうなのね。なんかブレーキは踏むわクラクションは鳴らすわね、うん、うわやだね。本当にねなんかね乗っててジェットコースターみたいでした。今からウーバーに乗って空港に行きます。あその後すぐウーバー乗ってる。そうちょっと嫌な顔してたしね。ちょっとね怖かったからね。今回は何事もなく空港に到着することができました、うん、よかったです。本当によかったです。もうパリでね車に乗る際は、うんはい、絶対に絶対に絶対にシートベルトの方を忘れずに。お願いします。お願いします。もう日本でもね絶対に絶対に絶対にシートベルトを忘れずに。それもお願いします。お願いします。何の注意喚起なのよ。フライトまではまだまだ時間がありましたので、うん、空港内を散策してみることにしました。いいね。こちらはルレイ、うん、日本でいうところのキオスクみたいなね、あ空港とか駅にあるコンビニとなっております。なるほど。入ってみましょう、ね、あるものはねガイドブックとか、うんうん、あとはね結構お菓子なんかもね置いてあったりして。嬉しいね旅行前にね。もうね結構ねそういう勢揃いするから、うん、スーツケースとかも買えます。いや押さない。帰りの機内食コーナーやったー。1食目がサラダ、サラダ、そしてですねこちらがフルーツゼリー、うん、かと思いきやいあのヨーグルトソースというね、そのまま食べたらめちゃくちゃ味が濃かったです。ジュレ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 やん。このヨーグルトにかけて食べるらしい、うん、うわーナチュラルって書いてある。そうするとねフルーツヨーグルトみたいにすごく甘酸っぱくて美味しい感じになります。これがバーガリー使わないからさ。これがサラダのソースです、うん、おなあ使わない。使わないよ。全然味付けないやん。使わないから ね、 いやね基本的には味はねなくて大丈夫。何が大丈夫なんて。おこれはこれあのビスコ。ビスコじゃないだろ絶対。ビスコッティって。ビスコッティね、硬いパンみたいな感じかな。そう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 。メインは、メインはこちらです。開けるようにねちゃんと努力をしておりました。帰りも白身魚。本当に嫌かも。素材そのままを楽しんでくださいと。帰りの航路はね、うん、下航路じゃなくてもうバリバリ下を通って帰るっていう。本当だ全然違う行きと。そうそうイタリアカザフスタンとかモンゴルとか通ってたでしょ今。でこれ2食目。うわーもう2食目だ。2食目です。もうほぼね朝なので体感的にはね。体感的には日本は夜なんだけど。もう時差ボケ始まってるよ。そうまそう。美味しいこれヨーグルト。こっちはもうソースはついてなく。もうこっちはねそのまま入ってた中に。ありがたいです、ね。セパレートと一緒のタイプがあるんだと思って。セパレートと一緒のタイプ。マドレーヌですね。美味しそう。マドレーヌこちらお土産でありますね。いいんですか。嬉しい。買ってください。これジュースです。珍しい形。いや美味しかったこれ。いちご味。何味だったか覚えてません。何が美味しかったんだじゃあ。というわけで、うん、羽田空港の上空の夕日を見ながらお別れのお時間となりました。あパリは本当にねもうめちゃくちゃ街並みが綺麗で、うん、散歩しているだけですごくすごく楽しかったです。素敵。英語で全然コミュニケーション取れるし、うん、初心者の方でも本当におすすめな場所だと思います。あぜひみんなにも街で行ってほしい。私もいつか絶対に行きます。マジパリ最高。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメント、パリに行きたいと思った方はいいねよろしくお願いします。お願いします。それでは手作りパンの山近とハツでした。 See you next time。